皆さんこんにちは。瞑想中のチャンネル赤俣鍵でございます。今回はですね、こちらの昭和日常博物館をご案内したいと思います。この博物館の中は一部撮影禁止なんですけども、かなり多くの展示物を撮影できますので、今回はこの博物館の中とさらに地下1階にある自動車の展示スペースも撮影してまいりました。ということで今回はナレーション少なめでご覧いただきたいと思います。こちらはですね、バイク屋さんか修理屋さんを再現したコーナーですね。この施設はですね、特にバイクとか自動車が好きな方にとっては非常に楽しめる施設なんじゃないかなと思います。奥の招き猫がちょっと変わった形ですね。こちらはですね、昭和時代の家電製品などが展示されているスペースです。奥には電気釜が展示されてますね。炊飯ジャーというよりは電気釜。そしてブラウン管のテレビでございます。こちらの看板の中で私が知っているのはカゴメソースだけですね。味の世界とか高峰っていうのかな、高峰ソース、ムアーカレーとか朝日カレーっていうのは聞いたことがないんですけども、この辺の商品というのは地域性があるのかもしれません。今でもあるのかどうかすごく気になるところです。こちらはもう有名なジンタンの看板ですね。その下の名古屋名所温泉パレスっていうのもちょっと気になる看板です。名古屋に温泉があったんでしょうか。こちらはですね、駄菓子屋を再現したコーナーなんですけども、当時のタバコも展示されております。朝日は聞いたことがあるんですけども、桔梗っていうのもあったんですね。そしてゴールデンバット、ゴールデンバットはもしかすると今でも売ってるかもしれません。こちらはですね、別の展示コーナーなんですけれども、昭和31年のタバコの価格っていうのが書いてありますね。中で一番高いのが桃山って読むんですかね。でもこれはパイプ用ですね。これ見ると葉巻も売っていたんですね。アストリアっていうのが1本30円、その他見ますとピースの50本入りっていうのがあったんですね。それが200円。高いんだか安いんだか全然わかんないですね。さあ、そしてこちらなんですが、これは何だと思われますか。私はですね、昭和時代の物品に関しては知識があるはずなんですけども、これは説明を見ないとなんだかわからなかったです。昭和時代は長かったので、昭和の前半と後半では生活用品もかなり違っていたんだと思います。これを見て一目でなんだか分かった方は私から見て大先輩ということになると思いますけれども、さあ何なんでしょうか。これはこちらはですね、注目資料ハエ取り棒。これで天井に止まったハエを捕獲というか退治していたんですね、昔は。こちらはですね、昭和時代のおもちゃコーナーです。これはクリスマスのイルミネーションだと思うんですけども、昭和時代にすでにこんなものがあったんですね。こちらはかき氷を作る機械ですけれども、小型のマシーンは多分家庭用だと思うんですけども、昔からこういうのってあったんですね。最近でこそ家庭でかき氷を作るマシーンって売ってますけれども、昭和の時代にすでにこういうものが売られていたっていうのは知らなかったです。
こちらはですね、キンチョールアースフマキラーということで、今でも有名な商品ですけれども、以前はこんな形をしていたんですね。見た目だけで判断すると、こっちの方が強力な殺虫剤が出てきそうな気がしますね。こちらはアイロンコーナー。見た感じ、中に炭を入れていたんじゃないかなと思います。私が物心ついた時点では、すでに電気で温めるアイロンが普及していましたので、このタイプのアイロンというのは昭和といっても前半に使われていたものじゃないかなと思います。こちらはですね、昭和時代の家屋再現コーナーでございます。土間に炊事場があるっていう感じなので、この感じは昭和と言っても前半の様子なんじゃないかなと思います。テレビ、ステレオ、そしてステレオの上にはビクターの犬が鎮座しておりますね。今ではもう見かけない光景でございます。テーブルの上にはクリープですかね。ありますね。こちらは家庭内で使われていた様々な生活用品を展示しているコーナーでございます。当時は火鉢とか洗濯板とか、そういうものが一般的だったようですね。同じ昭和でももう少し経つと、電気洗濯機とか冷蔵庫が出てくるわけですね。こちらも昭和時代の住宅内を再現したコーナーですけれども、壁にはですね、先ほどのハエ取り棒がぶら下がっております。当時は電話といえば黒電話だったわけですね。今となってはもう知らない人もいるかもしれません。さあ、ここからですね、地下1階の自動車展示コーナーでございます。ここからはですね、レトロ自動車ファンにとっては非常に楽しみの多いコーナーになっております。今映っているのはカローラですね。この頃の自動車には三角窓っていうのがついていましたね。確かにありました。覚えてます。こちらはですね、トヨタマーク2と書いてあります。この車体の色っていうのは当時は普通にあった色なんでしょうかね。今は見かけない色ですね。こちらはバイクコーナー。スポーツカブって書いてありますね。カブの一種なんですかね。この辺のバイクはホンダのバイクですかね。この三輪車はマツダの商品ですね。その向こうはスバル。確かに車体を見ただけで昭和っぽいって感じがするのが不思議ですね。こちらはスーパーカブ。業務用のバイクとしてはもう一世を風靡したバイクですね。こちらはブルーバード。この色使いっていうのはどうなんでしょうか。当時は普通だったのかな。今はこういうの見ないですよね。こちらはクラウンですね。安全運転車って書いてありますけど、当時のクラウンはこういう感じだったんですね。今見るとレトロ感と高級感があって、すごくかっこよく感じますね。今こういう車走っていたらかなり目立つと思います。しかも黒塗りでかっこいいですね。
その向こうはセドリックって書いてあるのかな。あの色は当時は流行っていたんですかね。なぜか向こうにカゴメソース、カゴメケチャップの看板があります。こちらはスバル、これはサンバートラックって書いてありますね。隣も同じようですね。こちらもスバルサンバ、当時はスバルも頑張っていたってことだと思います。こちらは三菱自動車、こんな車作ってたんですね。こちらは三輪車、マツダですね。こういうのって最近は見かけないですけども、これはこれで愛嬌があってなかなか良さそうですけどね。こちらが当時の車のキーですね。今とはやはりかなり違います。ということで、特に自動車バイクが好きな人にはこちらの昭和日常博物館、非常に楽しめる施設だと思います。ということで、レトロな自動車バイクが好きな方はですね、一度は訪問してみる価値があるのではないかと思いました。ということで、今回の散歩はここまでです。また次回の散歩でお会いしましょう。それまで皆さん、ごきげんよう。